デジタルマルチメーターがオーディオに使えるかどうかをちょっとチェックします。これは私の場合だけで全部に当てはまるかどうかわかんないですけどね。まず周波数、電源周波数ですね、 50Hz 50×1 で 50Hz で、ミリバルで 0dBm 0.775V ですね。その時のメーターの値は 0.777。いいですね。もちろん 60Hz も一緒ですけど、これを 500Hz にしてみましょう。 500Hz にするとミリバルは 0dBm、 これが771になりましたね。 1kHz、 1kHz は 0dB 0.743、2kHz はちょっと高いかな。 2kHz は 0.662、 4kHz いきましょうか。 4kHz は 0.485、 10kHz いきましょうか。 10kHz、10kHz は 0.171 ということは、このデジタルのマルチメーターは電源周波数付近だったらかなり正確だけども、高い周波数であれば大きな誤差が出てくるということで、オーディオには使えないというふうな結論になりました。ただこの私の使っている3話のこのメーターだけかもわかんないです。Thank you.